はい。じゃあ開始してやらせていただきます。はい。じゃあスタートさせていただきます。はい、お願いします。お願いします。いただきます。どうやって食べよう。こんにちは、もぐもぐカフェでーす。ちょっとこれ見てください。パフェ。めっちゃでかくないですか？最高なんですけど、ということで、はい、今日はこのジャンボパフェをね、独り占めにして食べていきたいと思います。イエーイ！どっから食べたらええの？ほんとね、もうどこから食べようかなって迷っちゃうほどにね、この世のスイーツを全部詰め込んだ夢のようなチャレンジなんですけど、こちらのお店は、たらふね屋さんですね。関西以外の方にはあまり馴染みがないかもしれないんですけど、京都、大阪をね、中心に11店舗を関西に展開する、関西版コメダコーヒーみたいなね、カフェなんですよ。めっちゃ美味しい。このジャンボパフェジュニアのチャレンジメニューは結構ね、有名な大食いチャレンジメニューでね、僕も去年 YouTube ね始めてすぐにねこのお店に行きたかったんですけど、ね、このご時世でね、感染症対策という観点からね、ずっとこのジャンボパフェ系の販売を中止してはったんですよね。それがこの6月1日ついにね再開しますということでね、はい、長い間待ちわびてたんで早速ね行ってきました。このチャレンジメニューに挑戦するためにはね、いくつかの関門をね突破しなければならないんですけど、そのね挑戦する方法っていうのをね簡単に説明させてもらうと、まずはこのチャレンジのね5日前までに電話でお店に予約することが必須です。で、その後3日前までに前金として3000円をね直接店舗に持っていくことでエントリーが完了となります。で、この3000円に関しては当日ねお店に行ったらその場で返金していただけますんで、はい、ご安心くださいということでね、全11店舗のうちこのチャレンジメニューが行われているのが熊野店、小倉店、武田店、高槻店、箕面店の5店舗限定となっています。はい、そしてね一人で挑戦する場合は成功すれば税込み6800円の料金が無料、2人で挑戦することもできるんですけど、その場合は成功すれば税込み6800円の料金が半額の3400円となります。失敗した場合はねどちらも通常料金の6800円をねお支払いいただかなければなりません。僕はねもうとにかくねパフェが大好きなんで、これだけのね豪華なパフェが食べれるって言ったらね、もう6800円を支払うつもりでチャレンジはもう関係なくね、今日はカラフネ屋さんにやってきたんですけど、この豪華なねジャンボパフェジュニアのね中に入っている食材たちなんですが、まずはね生クリーム、ホイップクリームが大量に入ってます。そしてアイスクリームですね、これもバニラ、チョコ、抹茶などなどがねもうふんだんに使われております。そしてシャーベットですね、いちごとかゆずとかね、なんかねいろいろ入ってたんですけどね、もうね何が入ってたかちょっと忘れちゃいましたけど、あとねフルーツですね、バナナ、さくらんぼ、みかん、キウイ、メロン、いちごなどなどっていう感じですね。そして
中心にねそびえ立つこのチョコブラウニーの山、そこにねポッキーがね刺さっていて、その脇を固めるのはバターの香りがね最高に香ばしいワッフルとシューアイスが中段に散りばめられています。そして下の方には僕の大好きな白玉団子がねその下を固めていて、その周りには大量のねコーンフレークとまたアイスや生クリームやらっていうのがいっぱい入ってます。昔はねこのコーンフレークっていうのはね鉄板でねパフェのかさ増しに使われてたんですけど、最近ってねパフェもどんどん進化していってて、コーンフレーク入ってないパターンがほとんどでしょう。でもねこのカダフネ屋さんのねジャンボパフェジュニアにはコーンフレークがねめっちゃ入ってて、なんかポッキーとかもねぶっ刺してあって、なんか昔ながらのパフェっていう感じでね、これが僕の中での理想のパフェなんですよ。そういえば以前からね僕のチャンネルを見てくださってる方はねもうご存知かとは思うんですけど、つい最近までね僕はもぐもぐフィットネスチャンネルっていうかね、デカ盛りとかを中心に食べるようなチャンネルを展開してたんですけど、ここ最近ねもぐもぐカフェ、カフェ&スイーツにね名前をチャンネル名をね変更させてもらって、まあ、なんでねチャンネル名を変更したかというと、僕はねもともとスイーツはね大好きなんですけど、その中でもカフェがね圧倒的に好きで、とにかくねもうどこに行ってもパフェばっかり食べてるんですよ。だからこの度ねパフェの魅力をねもっと皆さんに知っていただきたいなと思ってね、パフェに特化した、まあ、スイーツに特化したその中でもパフェを中心としたチャンネルとしてねやっていきたいなって思ってねチャンネル名を変更させていただきました。今まではデカ盛りとかねそんなん食べてたんですけど、実はね意外とこう無理してる部分もあって、あんまりね食べたくないなーっていう気分の時でもデカ盛りっていうね縛りにとらわれて結構頑張ってね食べてたんで、なんかあんま無理せんとこうもと思ってね、食べたいもん食べた方がいいかなーと思ってね、ちょっとそういう感じにしていこうかなと思ってます。はい、僕にとってねカフェってねすごい特別なもので、憧れっていうかね、なんか小学校の頃に近所のねダイエーっていうねスーパーの地下にちょっとしたねファミレスみたいなレストランがあったんですよ。でそこのショーケースっていうんですかね、外のショーケースの中にカフェのね食品サンプルがあって、それをね初めて見た時から美しいフォルム、高級感、何あれと思ってねめっちゃ食べたいと思ったんですけど、なんかね親に言えなくてね、値段もちょっと高いじゃないですか、で親の趣味に合わへん食べ物やなっていうのもねなんとなくこう分かってて、なんかねあれ食べたいって言えなくて、いつか食べたいなーっていうね憧れだけがねどんどん大きくなっていってたんですよね。でね初めてパフェを食べたのは母親とね一緒にお墓参りに行った帰り道でね食べさせてもらったんですけど、なんやろうちの実家ってね父方のお墓参りっていうのは家族4人ねもう絶対参加というか、もう強制参加のシステムなんですよ。
でも母方のお墓参りに関してはあまり重要視されてなくて自由参加型だったんですよね。だから僕と母が2人で行くことが多かったんですけど、なんやろ、すごいね、田舎で、2人でね、なんか水間鉄道っていうね、なんかすっごい田舎の無人のね、電車に乗って行くんですけど、なんか二人でね、母と二人で、なんやろ、ちょっとした旅行というか、すごいね、静かな環境で、セミの声がね、ミンミンとかってもう響いてて、で、あとはなんか電車のガタンゴトン、ガタンゴトンみたいな音がね、なんかすっごいリアルに聞こえるぐらい、シーンとした場所で、のどかでね、すごい自分にとってはなんかいい、思い出というか、なんか本当に、スタジオジブリの世界に来たような、なんかそんな感じでね。で、なんやろ、父親とか兄とかね、母のお墓参りについてけえへんっていうことに対して、僕もなんかちょっと、かわいそうやなじゃないけど、僕だけでも一緒に、みたいな、なんかそういう気持ちもあったんですよね。で、母のね、お墓参り行ったら、父方のね、お墓っていうのは、立派な墓石が立ってて、それをゴシゴシ磨くんですけど、母のね、方のお墓っていうのはね、なんか土に木のなんか長い板がポンって一本刺さってて、そこにね、なんかサインペンで、何々家のお墓みたいな感じでね、なんか子供の落書きみたいな字で書いてあるような、なんかちょっと貧相なお墓なんですよね。なんかそういうのも子供ながらになんかいろいろ思うところってあるじゃないですか。で、またね、その帰り道に母がね、ちょっと実家に寄って挨拶していこうかって言ってね、毎回実家に寄るんですけど、毎回ね、留守なんですよ。だから何なんやろ、その誰もいないね、水間鉄道で、何やろ、本当に実家に行っても誰もいないし、本当にね、二人だけの世界というか、なんか寂しいというかね、ノスタルジックというか、なんかそういうね、独特な感情を持ったのをね、今でも覚えてるんですよね。その時に、帰り道にね、たまたま入った、なんか喫茶店とかね、純喫茶みたいなところで、好きなもの頼んでいいよって母が言うんで、その時にね、初めて、いちごのパフェをね、僕は注文したんですよ。はい。もう本当にシンプルで、生クリームにアイスクリーム、で、コーンフレーク、で、最後になんかいちごのソースみたいな、ジャムみたいなのがかかってて、ポッキー刺さってます、みたいな、なんかすごいシンプルなカフェだったんですけど、もうね、すっごい感動したのね、今でも覚えてます。で、なんやろ、その独特な、子供ながらに感じた、その複雑な気持ちとか、なんかね、僕の中でパフェ、の中にはそういうのが詰まってるんですよね。はい。だからさっきも言ったようにね、昔ながらのこういうポッキーとかコーンフレークとかの入ったパフェが僕は好きなのは、なんかね、その時の思い出、初めて食べた味が、今でも忘れられないし、なんやろう、親孝行していつかこう墓石買ってあげたいなーみたいな。なんかね、その後、僕が学生時代、中学高校ぐらいの時かな、もう、向こうのね、お家の人が、お墓ね、墓石しっかり立派なのを建てて、僕がね、墓石を買うことはなかったんですけど、なんかそういうね、独特の、ノスタルジックな思い出が、自分の中にあるんですよね。終わるね。
30分。メロン。30分で終わっちゃったわ。メロン。ダメだ。はい、ということで、またね、何の話やねみたいなね展開になっちゃいましたけど、はい、今後もねこんな感じで好きなもん食べてまたやっていきたいと思ってますんで、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。はい、ではまたお会いしましょう。バイバーイ。じゃあねー。あ、読んだね。ご注意で。はーい。何分これ？30分ぐらいで完食しました。じゃあまたね。バイバーイ。